皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回はワードプレス入門編の第2回です。前回までにレンタルサーバーにワードプレスをインストールしましたので、今回は実際にワードプレスを使ってみましょう。X フリーのサイトからログインをクリックして ID とパスワードを入力します。そしてログインをクリックします。これで X フリーにログインしましたので、次にワードプレスサーバーの管理パネルログインをクリックします。するとワードプレスの管理画面が開きました。この管理画面ではサイトアドレスのリンクをクリックすると、このようにワードプレスで作ったウェブサイトを見ることができて、タブを閉じて、次に設定のリンクをクリックすると、サーバー側のワードプレスの各種設定ができて、ワードプレス一覧に戻るをクリックして、そしてダッシュボードへをクリックすると、ワードプレスのログイン画面が表示されますので、ここで前回保存したワードプレスの管理ユーザー名とパスワードを入力します。そしてログインをクリックします。これでワードプレスのダッシュボードが開きます。このダッシュボードでワードプレスのサイトの管理を行います。ダッシュボードの上のメニューでは、まずワードプレスのアイコンでwordpress.org のサイトに移動して、ワードプレスの操作方法のマニュアルや各種サービスを見ることができます。その横のホームアイコンと後での項目では、現在運営しているウェブサイトを見ることができます。その横のコメントのアイコンでは、投稿されたコメントの一覧を見ることができて、新規のアイコンで新しい記事を投稿したり、画像などのメディアを追加したり、新しい固定ページを作ったりすることができます。画面右上にはアカウントの情報とログアウトするためのアイコンがあります。左のメニューには、一番上にこのダッシュボードのホーム画面と、ワードプレスのバージョンアップのための更新があります。その下の投稿には、過去に投稿した記事の一覧と新規追加で新たに記事を作成して、カテゴリーでは記事のカテゴリーを新たに追加したり、カテゴリーの一覧を見ることができて、
タグの項目で、新しいタグの追加とタグの一覧を見ることができます。ワードプレスは新しい記事を簡単に投稿できるブログ用の CMS として普及しました。コンテンツ管理システムというように、記事や画像などのコンテンツを管理する機能に優れています。このように頻繁にウェブサイトの内容を更新して、常に新しい情報を提供するウェブサイトを動的なウェブサイトと言います。動的なウェブサイトではブログやショッピングサイトなど、常に新しい情報を視聴者の好みに合わせて提供することができます。一方で HTML で作ったウェブサイトは、情報を更新するときはいちいちコードを編集しなければならないので、頻繁に情報を更新するのはあまり得意ではありません。このようにどの視聴者に対しても同じ内容が固定的に表示されるウェブサイトを静的なウェブサイトと言います。企業のホームページなどに適したウェブサイトです。メディアの項目では、画像や動画、PDF の文章など各種のデータをメディアライブラリで管理します。そして新規追加の項目で、画像や動画などのデータファイルをドラッグ&ドロップでメディアライブラリに追加することができます。その下の固定ページの項目では、固定ページの一覧を見ることができます。ワードプレスで作るウェブサイトは、頻繁に情報を更新する投稿のページのほかに、常に同じ内容を表示する固定ページを作ることができます。ウェブサイトのメインページや企業情報のページ、問い合わせの送信フォームやプライバシーポリシーなどは固定ページとして作ります。そして新規追加の項目で、新しい固定ページを作ることができます。ワードプレスにログインするには、まず X フリーにログインしてから、ワードプレスの管理画面からログインすることができますが、ワードプレスのダッシュボードをブックマークしておくと、次回から X フリーにログインすることなく直接ワードプレスにログインすることができます。ダッシュボードのホーム画面には、ユーザーに便利な情報や最新情報などが表示されていますが、サイトヘルスステータスの項目には改善が必要ですと表示されています。サイトヘルスは左のメニューのツールからサイトヘルスを選択して、ここに現在のウェブサイトの問題点が表示されていますので、一度にすべて改善する必要はありませんが、時間のあるときに少しずつ改善していってください。一件の致命的な問題には、 PHP の古いバージョンを実行していると表示されています。 PHP というのはワードプレスで使用しているプログラム言語で、ワードプレスで作られるデータファイルの多くはこの PHP のファイル形式で保存されています。 PHP のバージョンアップにはサーバー側の確認が必要です。 X フリーのワードプレスの管理画面を開いて、
ワードプレスの管理画面で、左のメニューの PHP バージョン切り替えを選択します。この PHP バージョン切り替えの画面で PHP のバージョンアップができますが、現在のバージョンが PHP 7.0 で、変更後のバージョンをクリックすると PHP の各バージョンが表示されて、 PHP 7.4 が推奨と表示されています。最新の PHP 8.0 だとサーバー側で不具合が出る可能性もありますので、今回は推奨のバージョン 7.4 を選択して、設定変更確認をクリックします。そして PHP バージョン設定確定をクリックします。これでバージョンアップができましたので、PHP バージョン切り替えへ戻るをクリックすると、現在のバージョンが PHP 7.4 になって、ワードプレスのタブに戻って、サイトを更新すると、致命的な問題は解消して、サイトヘルスは良好と表示されました。残りの問題点についてはここでは解説しませんが、時間のあるときに少しずつ改善していってください。今回は以上です。それではまた。